はい、おっさんチャンネル、どうもこんにちは、ゆうきちです。もっちです、よろしくお願いします。もっちもっちにとうとう来てもらいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりですね。久しぶりですね。もっちね、実は昔僕が経営してた学習塾の元生徒。はい、生徒です、ね、変わった子しか来なかった、あのすごい、でも面白い空間ね、特色なね、やつでしたね、はい。で、なんで今日来てもらったかっていうと、なんか米津玄師さんのバックダンサーをやったって、はい、書いてたじゃないですか、はい、某 SNS に。某 SNS に、はい、書きました。あれすごいなと思って、はい、で、前々から僕ちょっと狙ってたんですよ、もっちのこと。 ありがとうございます。そう、おっさんチャンネル一つアートをテーマにしたトークをすごくやりたくて、はい、そういうね、肉体を使ったアート、そうですね、はい、じゃないですか、バレエとかダンスとか、ね、はい、どういう気持ちでプロのダンサーってやってるのかなっていうのはすごい興味があるんですよ、はい、そうですね、もうプロのダンスとしてはもう模索、常に模索してる感じ、ね、そうですよね、はい。なんか米津さんってどうでした、やってみて。米津さん、まず、はい、身長がめちゃくちゃでかいんですよ。あ、そうなんだ。僕より全然大きくて、でもうそう1対1でお話しする機会はなかったんですけど、はいはい、もうでも、まあ、おはようございますとか、よろしくお願いします、挨拶するとき、あ、でかいなって見上げる感じで。そうなんだ、はい、ちょっとここもうちょっと近づいて聞きやすいと思うんでね、はい、ここ30センチの距離でお願いします。あ、OK、はい、ですそうなんですよ、はい、そんなでかいんだよね。でかいです、やっぱオーラありました。オーラはありますね、やっぱ、アーティストの皆さんってなんかやっぱステージに立つともう全然輝くんですよね、うん、そうなんだ。でちょっとあれバックステージに入るとちょっとなんか自分を保つみたいな感じで、へえ、はいですよ、はい、自分を保つみたいな感じでこうなんか、はい、子になるんですけど、ステージ立つともすごい輝きます、ね、へえ、本当それはすごいなと思いますね。へえ、はい、すごい。なんかダンスで米津さんの曲ってなんかすごいじゃないですか、はい、すごいです、ね、なんかフレーズとかもやっぱ変わってますし、はい、なんかダンスでこう特徴とかあったんですか、他の。はい、まあ、振り付け家の方がいらっしゃって、はいはいはい、まあ、その方に、振り付けていただいたんですけど、はいはいはい、僕の他にも10人くらい、ダンサーがいらっしゃって、はい、で、まあ、米津さんが表現したい世界観とか、うん、まあ、その曲に合わせたものを、うん、その振り付け家の方が考えて、はいはい、で体に落とし込んでいくみたいなことを知ってましたね。なんかその米津さんが考えたこととかっていうのは伝わってくるんですか、こういうことを考えてこういう振り付けなんだよみたいな説明ってされるんですか。はされないんです、ね、されないんだ、なるほどね。でもまあ振り付け家の方とその米津さんとそのスタッフの方々はお話しされて、はいはいはい、うん、でこちらに伝わってくるので、うん、でまあその中で振り付け家の方がこう解釈して、うん、でこういうふうに見せたい、こういうふうに見せたい、なるほどね、こっちはどうか、うん、あっちはどうかっていうクリエーションをしながら、なるほどね、うん、はい、進めていって、なんかここが楽しかったみたいなことってありますか。あ、もう振り付けとしてはもうすごいなんか自分のやったことあるところから入ったけど、結果的にこう自分のやったことのある意味チャレンジするような形になって、うんうん、まあ、そのバックダンサー自体も初めてなんでそれもチャレンジなんですけど、その振り付けの内容としてもすごいチャレンジの内容だった。あ、振りが難しかった。もう僕からしたら難しかったです、ね、そうなんだ、はい、でもプロのバレエダンサーで難しい振り付けって相当だね。あ、もうやっぱりダンスってやっぱジャンルがたくさんあるので、そうですよね、まあ、そこ触れなかったジャンルがある。うん、まあ、結構リズムとかね難しい、はい、なんか音当てとかも難しそうですよね。難しいですね、うん。逆になんかすごいこういうところ大変だったなとか、こういうなんか部分難しかったなとかありますか。バレエって結構なんか3拍子で動いたりとか、はい、こうゆっくり動いたりとか、こう滑らかに動く、伸ばすような筋肉の使い方するんですけど、うんうん、はい、今回のダンスはこう一個一個はめていく、はい、スタッカートに動いていくような振り付けがほとんどだったので、うん、まあ、確かにそれはもう筋肉の使い方からして違ったので、もうそれはすごい難しかったですね。へえ、そうなんだ。考えさせられました、ね。羨ましい。いや、僕米津さんすごいファンなんで。ああ、そうなんですね。いや、すごいですもんね。すごいです。ね、僕も普通に聞いてたんで。うん、もうですよね。なんか最初オファーあった時とか、うん、決まった時ってどういう気持ちでした？あ、こ
こう自分にも来てしまったとうとう来てしまった、ね、来てしまったダンサーとしては名誉ですもんね。そうですね、いいな、まあ、バレエダンサーが幕張メッセで立つって、まあ、なかなかないかなと思って。そうですよね、そこにワクワクしました、ね、その10名ぐらいの、はい、何名でしたっけ。11人の中でバレエダンサーって何人いたんですか。はい、僕合わせて2人ですね。ちゃんとバレエをしてる人は、普通そういうのってなんか同じジャンルのダンサー集めたりとかするんじゃないんですか。混合なんですか。これ言っていいか分かんないんですけど、ああごめんなさい、あれなんか結構直前に、はい、連絡が来て、もう1ヶ月切ってる状態で来て、バーター的な、それで寄せ集めみたいな感じで、ね、即席メンバーだったんで。でもなんかそれって面白いよね。まあ面白いですよね。わかります。なんか僕マイケル・ジャクソンすごく好きなんですけど、はい、マイケル・ジャクソンの最後 の This is it っていう映画 の、はい、であのドキュメンタリーになってるんだけど、はい、ダンサーのオーディションのシーンとかがあるんですよ。見たことあります？ないですね。あれね、めちゃめちゃ面白い。なんか即席メンバーなんだよね。それぞれの人がなんかいろいろやりたいことをやってみて、でそれを合わせマイケルが見て採用して、その個性を使って振り付けしていくみたいな。へ、うん、面白かった。面白そうですね、うん、即席ってでも面白いよね。面白いです、うん、そうなんだ。そういう感じ でもなんかすごいどんどん進んでますね、なんかダンサー人生が。あ、まあそうです、一つのなんか新しい経験値になりましたね。羨ましい、はい、なんか今後こうチャレンジしたいジャンルとかってあるんですか。ジャンル、今はバレエがメインなんですよね。バレエがメインで、はい、コンテンポラリーダンスも一緒に走ってる感じなんですけど、うん、まあやっそうですね、もういろんなジャンルを触ってみたいっていうのはありますね。なるほどね。なんか見るのに好きなジャンルとかありますか、うん、あんま最近ハマってるみたいな。最近ハマってるっていうのは、はい、うーん、僕ねこれめっちゃ聞きたいんですよ。なんかバレエダンサーの人がハマってるダンス、うん、YouTube 動画とかすごい知りたいあ、でも、最近言葉とダンス、はい、まあ、言葉 と、うん、音と動き、うん、まあ言葉はポエトリーな詩とかで何でもいいんですけど、うんうんうん、あと、まあ、音は音楽だったり、はい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 、モードだったりで、動きはまあダンスだったり、うんうんうん、表現だったりだと思うんですけど、なんかそれを噛み合さってるものがすごい、うんうん、興味があって、でそういうのもやられてる方もいるんで、へを見に行ったりとかはしてますね。へ、はい、言葉とどう書くの。歌詞みたいなもんじゃなくて、まあ、それこそ言葉を聞いてダンスを作るとか、作るとか、あ、そういうことね、まあ、言葉から即興ダンスみたいな。そうですね、言葉から派生していく。なるほど、ね、踊りとか。へ、あとはまあその言葉の意味に対して、じゃあどういう見方があるのかとか、切り口があるのかっていって、ね、そこからクリエーションしていくっていうのも。なるほどね、まあいろいろ面白そう。ちょっと話飛んでいいですか、はい、米津さんのナンバーで何が一番好きですか、曲で。曲で、踊ったやつの中で一番良かったとかでもいいけど、そしたらエイメンっていう曲が好きですね。そうなんだ、はい、どういうとこがいいですか。もうなんかこう下からゾワ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 かきたてられる感じがすごい良かったですね。なるほどね、はい、音楽はやっぱバレエ曲とかが好きなんですか。普段聞く音楽、うんうん、だと、いや意外とクラシック音楽は聴かないですね。あ、そうなんだもう仕事でいつもやってるから、ね、いつも聴いてスタジオ行けば聴くから聴かないみたいな何を聴くことが多いですか。ポップスとか。ポップスとか、まあ、ヒップホップ的なものを聴いたりします、ね、なるほどね、はい、あとインディーの楽曲とか、メジャーデビューされてない曲とか。なるほどなるほど、ヒップホップも聴くんですねたまに聴きますねヒップホップダンスをやりたいとは思わないですか。は学びたいっていうのあります。ただやりたいっていうとまた別かなって。へえ。なんかヒップホップダンサーなダンスってなんかこうワイルドな感じあるじゃないですか、はい、僕から見る素人から見るとなんかバレエに比べたら荒削りな感じがするんですよ。あ、多分専門的に見ると、はい、多分全然違うものなんで。そうですよね。ヒップホップもヒップホップで荒削りなわけじゃないかなっていう。そうですよね。いや、なんか僕ね、すごいそこ聞きたくて、はい、バレエのプロがヒップホップってどう見えてるのかなっていうのはすごい面白い。ある意味、はい、同じダンスではあるけれど未知の世界だなっていう。うん、どういうとこが未知ですか。
ヒップホップの方とこう話す機会があって、まあ、ヒットってあるじゃないですか、あるんですよ、体を一部的にボンって動かすんですけど、その時の筋肉を触らせてもらったら、うん、あの筋肉がこうあったらこっちに動くんですよ、垂直に筋肉がボンって動くんですけど、でもバレエの筋肉の使い方ってこう横に伸びるんです、ストレッチするんですね、なるほどね、で強くなるんですけど、うんうん、ヒップホップの人たちってこっちに使うことが多いらしくて、まあそうですね、縦に、はい、縦に、それだからそこを、ヒップホップの人たちはそういう筋肉鍛えてるんだね、はい、使い方、うん、バレエの人たちはそういう伸ばすような使い方っていうのをやられてるなっていう、へえ、うん、なるほどね、やっぱりこう、はい、ダンス見ると筋肉見ちゃうんですね、見ちゃいますまあ、はい、僕は見ててしまいます、へえ、そうなんだ、なんかバレエとかを、はい、とかを中心にそのダンスをやりたいっていう、はい、今って子とか、はい、いるじゃないですか、はい、で多分ダンスですごい頑張ってて、はい、あのプロになる、なろうかどうしようかって考えてる人とかいると思うんですけど、はい、なんかアドバイスありますか、難しいななんかプロとしてダンサーとしてどうなのかとかはまた別の動画で聞くんで、はい、なんかどうしたら上手くなるかみたいな、どうしたら上手くなるか、うん、まあ、みたいな聞きたい、僕もねダンスすごい好きなんで、あ、じゃあまずたくさん見ることですか、ね、あ、そうなんだ、はい、でしかもできる限り生のものを、ライブでやってるもの、舞台ステージを見に行くとか、なるほどなるほど、はい、DVD とかじゃなくてもうあり必要ですけど、うん、でもあの結構バレエでもコンテンポラリーでもヒップホップでも、うん、結構生ってその瞬間でしかないものがあるんで、うんうんうん、もう一回同じものを見れるとかどうか限らないですね。そうですね、そうですね。だから、絶対足を運んでみるのが必要だったなと思いますね。なんかおすすめのじゃあ生で見る公演とかありますかね。でもバレエとかってあんまり我々ってちょっと縁遠いじゃないですか、はい、なんかもしおすすめの公演とかがあったら教えていただきたいんですけど、そんなんないかな。実は1月の12日13日に、あるんですか、はい、自分の所属している谷桃子バレエ団の新春公演っていうのが、はい、ありまして、かっこいいクラシックっぽい、はい、古典のクラシックバレエのバヤデラ・バヤデールっていうのを上演するので、はい、ぜひ見に来ていただければと思います。本当ですか、はい、これ見せていいですか、はい、もちろんです。すごい、チラシまで、チラシまで、たまたますごいですね、はい、ぜひ ラ・バヤデール、ラ・バヤデール、はい、すごい、これ出るんですか、はい、出ます、はい、すごい、なので、チケットはもう一回求めてください1月12日13日だって、はい、土曜日日曜日で、はい、週末で見やすいかと思うので、ね、東京文化会館、はい、大ホール、上野にあってとても大きい素晴らしいホールなので、近くに動物園もあるんで、そうですね、動物園の帰りにね、動物園の帰りに見てから動物園でも動物園から見るでも、なるほどね、はい、確かに、いや楽しみです、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、あのモッチでした、でも久しぶりに会えてよかったというわけで、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、おっさんチャンネルでした、失礼します、さよなら。